いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。キリュウ、
思っていたより若いな。そっちは？京浜新聞社の伊達だ。鈴木と東条会の癒着を追っていた。ふん、あの有名な元刑事の分野か。お前らも一杯やるか？いや。お前、沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってな。ああ。それが原因で堂島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたい？お前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ？お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている？ああ、そうだ。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている。 なんだと？あんた何を言ってるんだ？あのリゾートがなければあんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか？そうだな。だがそれはもういいんだ。もういい？なぜ？簡単だ。あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。なんだと？聞かせてくれ。沖縄の基地拡大とリゾート開発、その全てについて。うん。俺もお前たちに頼みたいことがある。